ジョン・スティーブン・カーランドは、アメリカ合衆国カリフォルニア州バレンシア出身の元プロ野球選手。ウトウミギウチ。1997年の MLB ドラフト一巡目で、シカゴ・カブスから指名を受け、プロ入り。1998年7月29日、マット・カーチナーとのトレードで、カブスと同じリノイ州シカゴに、本拠地を置く、シカゴ・ホワイトソックスへ移籍した。 2000年7月4日に20歳280日の若さでメジャーデビューを果たし、この年のメジャー最年少の選手となった。2001年は5月2日に 3A のシャーロットナイツから昇格後16試合に先発登板し、19試合にリリーフとして登板した。メジャー3年目となる2002年から本格的に先発ローテーションに定着し、防御率は4点台中盤ながら、 規定投球界に到達し12勝をマークし、以後2004年まで3年連続で12勝を記録。2005年は開幕から8連勝をマークし、7月12日のオールスターゲームまで23勝を記録し、オールスターに初めて選出された。無駄なボールを減らし、マーク・バーリーのようにストライクを優先的に取りに行く投球スタイルに変更し、よし球率を 前年の3.15から1.91まで改善させ、防御率3.5018勝115脱三振を記録。シーズン終了後の12月に3年総額2900万ドルで契約延長した。2006年は防御率こそ1.00近く悪化したものの、2年連続となる18勝を記録したが、チーム総得点がリーグワーストとなった2007年。 ガーランドは防御率を前年より改善させたが10勝13敗と4年ぶりに負け越した。2007年11月19日にオーランド・カブレラとのトレードでロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムに移籍した。2008年は14勝8敗と6つ勝ち越したが、被安打率が3割を上回り、防御率は4.90を記録。10月30日に FA となった。 2009年1月29日、アリゾナダイヤモンドバックスと1年契約。2009年8月31日、後日発表選手との交換トレードで、ロサンゼルスドジャースへ移籍した。11月5日に FA となった。2010年1月26日にサンディエゴパドレスと契約。11月26日に FA となった。二千十年十一月十六日に、 フルス、ドジャースと契約。2011年10月30日に FA となった。2012年2月13日にクリーブランド・インディアンスとマイナー契約で合意したが、身体検査をパスできず2月22日に契約は破棄され、入団に至らなかった。2013年2月12日にシアトル・マリナーズとマイナー契約を結んだ。3月23日に自由契約となった。 2013年3月24日にコロラドロッキーズと契約。6月8日に DF となり、6月10日に自由契約となった。ありがとうございます。